さ。心拍実況第2弾発信もあるよ。ナイトロだー。青くて塩の匂いがする。あれの譜面制作者もナイトロだー、だもんね。今回はそんな楽曲、ジャンプ、をプレイしていくよ。そんなってどんな楽曲だよ。とにかく楽しい譜面だったよ。ということで楽曲紹介してみよう。人体のストーリーとして、ディテニアンテンヒーを返しています。コンポーザーはラスマス・ベバーシ。初めて聞く名前だぜ。スウェーデン、ストックホルム出身のミュージシャンで、音楽プロデューサー、作曲家、編曲家、プログラマー、キーボーディスト、DJ、などをこなす、ジャズピアニストを演奏しながら、音声プロデューサーとして活躍し、日本のアニメ音楽にも関与するなど、ジャンルを超えた音楽活動を行っている、バリスタリア。何でも音楽ゲームに提供したのはこれが初だそうだぜ。とにかくすごい人が提供されたということで、難易度はこちら、レッテル IQ、譜面制作は 9.0、初見 PM チャレンジどうぞ。発作をつくぞ。でも今のところはこれが一番難しいところもないし、最高だな。そんなこと言ってからそろそろ先だぜ。ジャンプ、どう思えばジャンプってどうするんだよ。楽しそうだったからついまったく。とにかく楽しい譜面が冒頭で言ったのも、これだね。アーティアでこんな譜面が遊べるかは。マッチでちゃんとが崩壊する。いや、そうはならないの。譜面は高がないんだよ。ちょっと声を変えてきたな。なんじゃこりゃ。アーティも楽しいんだね。これは間違いない。そうだね。動作ダンスを見たのこりゃ。アーティで遊ぼう。遊ばないでください。でもこういった感じの譜面は平和だって大歓迎だよ。最初の鍵を抜けましたが、現在 PM 通過中のジャルさん一言。 PM したら、いっぱい課題も悪いんだ。してもしなくても死んだなこいつ。譜面の方は、少し交差させてくるページが増えてきたね。8時だと死んでた。ナイトロの獅子が垣間見えた瞬間、あの人が脳になった瞬間怖いからな。なんならトースター人の宝と匂いなくなるよね。大したぶちぎるからこと痛い。その愛曲も決めるし、おかげ一分もない。全く良くないっすか。じゃねえと汗集めてねえよ。感謝感謝、高く面積だけじゃ大体おかげを思い出す。それはある。そんなこと話してたら再び旅だね。どうしても言わないか、だって、大方話し尽くしたいだよ。先ほどまで PM 通過してるって言われてるでしょ。一回目読み込んだ複雑だぜ。いや、ありがとうございます。勝ったら風呂入ってみる。あ、何やってるんだ、お前か。やってしまうか。途中まで順調だったのに。それが初見のジック。マジックというよりもものだよ、絶対。惜しい結果でしたが、以上、新曲、ジャンプ、でした。ご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価などよろしくだぜ。それじゃまた別の動画で。バイバイ。